愛しのマドモアゼル、今宵あなたをお迎えしますことは最高の誇り、最大の喜びです。ではどうぞおくつろぎください。ゆっくりおかけになって。お城のキッチンが腕によりをかけました。ディナーをようこそ。どうぞ大事なお客様、クリーナプキンをかけてごゆっくり。スープルジューオードブー、どれも王子は天下一品、一度食べたらトレビアン、お疑いならお皿に聞いて。歌って踊って豪華なひととき、フランス料理は最高さ、ご覧ください。メニュー開き、あなたは大事なゲスト。シチュー、スフレ、プリン、ソルベ、どれもおしゃれで素敵な出来栄え。たとえお客がお一人だけでも、まるでパーティーのように楽しく。手品に呪文、キャンドル立てて、しかもお味は完璧。さあみんなでグラス上げて、今宵は、ほらそんな悲しい顔しないで。お客様にようこそ。人生はでも虚しく過ぎていく、給仕もできないウェイターなんて。ああ楽しかったあの日々、不意に全て消えた。10年間何もできずに、自分の腕を振るうこともできず、すっかり怠けて、いつか錆びついて。お城で毎日ゴロゴロ、そしたら突然こりゃたまげた。お客様よ嬉しいことで、ワインをついでナプキン揃えて、デザートにはおいしいお菓子をカプラオーダーを食べる生にお茶を入れて、蒸気がまあ大変しばしばすぐに吹いておかないと、文字はどっさりご満足。よこそ大事な大事なお客様、ご注文は何なりとご自由に。楽しい歌とキャンドルライト、豪華絢爛な夢物語をごちそう。あれもこれももうたくさん食べ過ぎにはご用心。夢のような夜をどうぞ。ようこそ大事な大事なお客様。